入っているところです。ありがとうございます。そう考えますとね、震災が起きまして、その後にこういう無になれる時間っていうのも本当貴重なんでしょうか。はい、私たちには太鼓があってよかったなって本当に思っています。私たちの地域、実は線量も高いということで、はい、避難緩衝地点っていう風で最近解除にはなったんですけれどね、はい、そういう地点もある中で、今メンバーの中にもうちからこう避難をして、はい、そして太鼓の練習の時には来たり、こうやって遠征の時には一つになって演奏するということがあります。よかった。今回の交流会でこうやって目にすることができて本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。ダイの音もやすこさんでした。両前大鼓保存会遠征動員の皆さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。続いてご紹介しますのは、うけどの田植え踊りです。うけどと言いますのは、福島県浪江町にありまして、うけど漁港は県内で一番東に位置しています。東日本大震災で被害を受けまして、今も多くの方々がふるさとを離れて暮らしています。本日いらしていただいたのは、うけど芸能保存会の皆さんです。どうぞ皆さんお入りください。Thank you.